私の名前は工藤あすみ。現在40代後半のおばちゃんだが、20数年前に起こった修羅場を思い出したので書いてみる。当時私は社会人4年目の26歳。大学を卒業してなりたかった仕事に就くことができた私は、忙しい日々を過ごしながらも充実した生活を送っていた。結婚か、考えらんないな。ときめきは欲しいんだけどね。アラサーになり、高校大学の友達から結婚報告が相次ぐ中、私の結婚願望は薄かった。というか、毎日必死で働いて恋愛どころじゃなかった。そんな時、友達の前から連絡があった。私の彼氏の同僚なんだけど、一度会ってみない？前に会った時、毎日仕事ばかりで朽ち果てそう、ときめきが欲しいって言ってたから、どうかなって。まあ会うだけなら。こうして私は友達の彼氏の同僚を紹介されることとなった。安田雄一です、よろしくお願いします。俺の同僚でバスケの実業団メンバーの一人なんだ。俺も所属してるんだけど、結構いい成績残してるんだぜ。よろしくお願いします、井上あすみです。紹介された人は年上の爽やか系のイケメンだった。某企業の実業団メンバーで活躍している人だという。あすみちゃん、もう飲み物ないね。俺も追加の飲み物を頼むけど、何か一緒に頼もうか？ありがとうございます。カシスオレンジお願いします。了解。お酒は結構飲める方なの？俺は結構酒飲みだから、一緒に飲んでくれる人なら嬉しいな。そうなんですか？その人並みには飲めますよ。言葉遣いも優しくて、気遣いも目配りもできる、笑顔が素敵な彼にドキドキしっぱなしだった。そんな私と彼は、ほどなくしてお付き合いを始めたのだった。付き合い始めてから3ヶ月経った時には、実業団メンバーでの飲み会にも参加させてもらった。おい安田、その子がお前の彼女？めっちゃ可愛いじゃんか。せっかくの飲み会なのに男臭くてごめんな。変なことしないから大丈夫だからね。おいおい、そういうこと言うと勘違いされるだろ、やめろって。おいお前ら、俺がいるから変なこと絶対にさせないし、あすみに指一本触れるなよ。メンバーは男性ばかりの中、女一人で参加しても問題ないくらい紳士的で面白くて気さくの人たちばかりで、飲み会も時間を忘れるくらい楽しく過ごした。ありがとう舞、雄一に出会えたおかげで仕事ばかりだった毎日が充実してるよ。それはよかったね。優しくて穏やかな人みたいだし、きっとゴールインできるよ。もうまだ付き合い始めたばかりなんだから気が早いって。友達とそんな会話をしながらはしゃいでいた。結婚願望が薄かった私だけど、彼とならいずれと夢見るくらい私は彼に惚れ込んでいた。しかしそんな幸せも長くは続かず、私の夢はあえなく崩れ去ることになったのだった。これどういうこと？違うんだ。これは何が違うのよ、説明してよ。付き合い始めて半年、彼に関する衝撃的な事実が発覚した。彼は既婚者だったのだ。彼の手帳から落ちた1枚の子供の写真と、パパお疲れ様と書かれた1枚のメモを見たことから発覚した。泣きながら怒る私に観念したように話し始めた。結婚して5年、家庭はうまくいっていないけど、子供もいるし要介護の親もいる。それに事業で失敗した借金もあって離婚できない。でも冷め切った家庭なのに、何のために働いているのかわからなくて、癒してくれる人が今の俺には必要なんだって、ケンジに愚痴まじりに泣きついたのがきっかけだった。そしたら自分の彼女の友達が、結婚願望が薄そうな仕事人間だって言ってて。それで結婚願望が薄そうな仕事人間っていうのが私だったってこと？だってケンジが言ったんだよ。それなら割り切りで付き合えるかもだし、結婚も迫ってこなさそうだって。しょうがないだろ、俺だって癒されたいと思って何が悪いんだ。突きつけられた事実を受け止めきれなかった私は、冷静に考えるために彼に帰ってもらった。そして後日、友達と友彼を交えて話し合うことになった。結果、友達は友彼から独身だと聞かされていて、その事実を知らなかった。案の定、友彼は彼が既婚者だと知っていながら紹介したことを認めた。そして飲み会で実業団メンバーも全員知っていながら私を騙した共犯だった。いやまあ、俺が口出しすることじゃないけど、よく話し合いなよ。俺は別れる気はないからな。あんたたち最低だわ。よくも私の友達を騙して傷つけたわね。絶対に許さないから。いいよもう帰ろう舞。
友彼は他人事のように笑うだけで、既婚彼は別れたくないの一点張りだった。そんな二人を残し、友達と一緒に居酒屋から出た。あすみ、本当にごめんなさい。私がきちんと相手のことを確認してたらこんなことになってなかった。本当にごめんね。ごめんね。舞は悪くないよ。舞だって騙されてたんだからさ。涙ながらに必死に謝る友達を見て、また涙が出てきた。なんで私たちが泣かなきゃいけないんだ。悪いのは騙した奴らなのに。そう思うと、だんだん腹が立ってきた。舞、実は今日の話し合いテープレコーダーで録音してるんだよね。私は最低最悪な男どもを絶対に許せない。私を騙しバカにして汚した連中を絶対に。だから協力してくれない？奴らに一矢報いるために。もちろんよ。私にできることなら何でも言って。私もあんなクズ連中許せるわけないから。確かに私は自分のなりたかった仕事について毎日必死で働いて結婚とか考えられない状況だったけど、不倫とか非道徳で最低な行為は絶対にしたくないし、結婚願望が薄いから既婚男性にいいように使われていいわけじゃない。私は私を騙した奴らに報復するべく動き出した。独身だと騙して交際か。お金を騙し取られたというわけじゃないから結婚詐欺に当たるかは難しいところだけど、井上がされた行為は低層権の侵害という不法行為の一種に当たるよ。今までのメールのやり取りも話し合いの録音で十分に証拠もあるし、慰謝料請求できるよ。慰謝料より社会的制裁を優先したいんだけど、できそう？そうだな。学生からの友人としての気持ちなら、後の逆恨みの危険性を考えたらあまりお勧めはしたくないけど、どうしたいかは井上の自由だし否定はしないよ。井上さん、社会的制裁を望むなら引っ越しや連絡先を変えるとか、自分に危険が及ばないように準備しつつ各所に内容証明を出して進めていく方向となります。これからかなり気力がいりますが、一緒に頑張っていきましょうね。ありがとう。よろしくお願いします。工藤先生、大学時代の友人で弁護士をしている工藤君の元に駆け込み、訴訟問題へと発展させることにした。結果、彼らの所属していた企業の実業団チームは廃止、メンバー全員一緒になって私を騙した共犯ということで、既婚彼と友彼以外のメンバーほとんどは社員から契約社員への格下げ、または左遷処分となった。我が社の名前に泥を塗りよって、この恥さらしどもめが。すみませんすみませんでした。すみませんでしただと？なんだその態度は。謝罪する言葉すら知らんのか貴様らは。申し訳ありませんでした。友彼と元彼は首謀者ということで懲戒解雇。当時バブルが崩壊して数年ということだったので、社会はリストラの嵐だった。企業の実業団廃止とリストラの言い訳に私への不法行為が使われたような気がするが、私の望み通りに社会的に抹殺できたのでそれでもよかった。俺が悪かった。妻とは離婚するから俺とやり直してくれ。連絡はすべて弁護士を通してください。おのおの処分が下っている最中、元彼からそんなふざけ腐ったメールが来ていたが、すべて弁護士に対応を任せていたので、あの居酒屋での話し合いから元彼と会うことはなかった。訴訟について和解とし、慰謝料をもらい終結となった。無事に終わってよかったね。お疲れ様。舞も証言してくれて助かったよ。協力ありがとうね。何言ってるのよ。私も片棒担いだようなもんだし、私は私の責任を取っただけだよ。そういえば彼氏と別れたんだったね。両親にも紹介済みだって言ってたけど、事情説明とか大丈夫そうだった？うん、両家の親には包み隠さず全部話したよ。そしたら相手のご両親激怒で元彼ボコボコにされてた。それで少しの迷惑料と引っ越し費用もらった後は住まい変えて着信拒否してさよならよ。あんなクズだと見抜けなかったのが悔しいわ。私もしばらくは仕事に生きるわ。じゃあこれで終了ということで、また何かあったらいつでもご相談ください。ありがとうございました、先生。ごめんなさい。井上が元気になったらまた大学の同期で集まって飲もう。今はゆっくり休んでな。ありがとう、工藤君。全てが終わって気が抜けたのか、咳を切ったように泣き出した私を友人は慰めてくれた。27歳手前の二度と経験したくない修羅場だった。
そして現在、あなた、今日は何時の帰りになりそう？だいたい17時くらいかな。打ち合わせだけだから早めに帰るよ。わかった。休日出勤お疲れ様。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。弁護士バッジをつけて出勤した夫を見送り、私は家事を始めた。くしくもあの時の黒歴史がきっかけとなり、付き合い始めた私と友人はこうして夫婦となった。そしてなぜ今になって修羅場を思い出したかというと、あすみだよな。俺だよ。覚えてるか？すみませんが、どちら様ですか？そんな悲しいこと言うなよ。あんなに愛し合ったのに。ほら、雄一だよ。本日買い物に出かけていたら元彼と遭遇したからだ。最初声をかけられた時は気づかなかったけど、名前を聞いてあの時の忌まわしい記憶が思い出されてしまった。元気だったか？あの時よりも綺麗になったな。すみませんが、人違いじゃないですか？元彼は見るからにボロボロ、不老者のような見た目をしてげっそりとやつれていた。にじり寄ってくる元彼が気味が悪くて、私は後ずさりをした。妻にも離婚されて、親にも親戚にも勘当されて縁切られて、俺は一人になってしまったんだ。なあ、俺にはお前しかいないんだよ。やめてください、近寄らないで。なんでそんなこと言うんだよ。元彼が私に襲いかかろうとした時、誰かが元彼の足を引っ張って転ばした。お母さんに近づかないで。誰よあんた、きしょいんだけど。お母さん、お前結婚してたのか。結婚願望薄かったくせに。はあ、意味わかんないんだけど。言っとくけどね、あんたのやろうとした行為、暴行傷害罪に当たるからね。れっきとした犯罪なの、わかる？警察のお世話になりたくなきゃさっさと消えて。まゆ、危ないから下がって。娘に手を出したら承知しないわよ。誰か、不審者です、捕まえてください。ほどなくして現れた警備員に元彼は連れて行かれる姿を見て、ほっと胸をなで下ろした。まゆ、助けてくれてありがとう。でもああいう人は危ないから近寄っちゃダメよ。大丈夫だって、私に護身術の心得あるの、お母さんも知ってるじゃない。それよりお母さん、怪我ない？大丈夫よ、心配してくれてありがとう。それにしてもよく法律用語知ってたわね。お父さんの影響かしら。これお父さんと一緒に揃ってから言うつもりだったけど、あのね、私弁護士になりたいの。だから法学部に進路決めたんだ。そうだったのね。お父さんみたいな敏腕弁護士になるからよろしくね。あれから20数年、一人娘が夫と同じ職業を目指している。私が経験した修羅場もまたこんな幸せな人生とつながるためのものだったのかな。得意げに笑う娘を見て、私もまた微笑んだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。